ここから下げられるように太いの一本入れていた。これを曲げるんですか。これを下がる。ちょっと月経見せようか。全然見ていいですか。おお、このシャリを実際下げていこうかなと。これを、うん、ああ。ここに。ここから下がるかどうか分かんない今の。はいはい。でここからこうやって下げる。熱を加えて曲げる。そうそうそう。あ、見たことない。これ。これぐらいになるか。シャリをこう下向けて、全部上ってばらけてるから。はいはい。それを下にこう。なるほど。でこれでもね、こう下がってこう落ちればそれでもいいんですよ。はい。これ熱加えるんで、はい、こう養生しないとダメなんです。はい、熱湯がこう葉っぱにかかったら絶対枯れちゃうから。なるほど。アルミ線と銅線を両方使うってこと？あ、これアルミ線ないから銅線。あ、そういうことですか。ちょうどいいのないから銅線。そういうことです。どっちも言っちゃ外しちゃうから。あとあの曲げたら固定してで外しちゃう。これなんだ。何ですかこれ。これハンダゴテ。あ、ハンダゴテ。うん。タオル巻いて濡らしたタオル。でその上からハンダゴテ当てて熱加える。20分ぐらい。20分？うん。20分も。そうすると結構木が柔らかくなる。へえ。こうずっと湯気が出てくるんでね。はい。こういうとこにあの指が当たっちゃうとこれ枯れちゃうからね。なるほど。一回やったことあるんだよ。全部枯れちゃったよ。養生しないでやっちゃった。熱湯が下に落ちるわね。湯気が上がってくる。枯れちゃいました。先生にやってもらおうかなと思ったけど、今の枯れちゃったって思ってたから。高かったね。高かったね。全部あのシャリになっちゃった。なるほど。瞬間接着剤で固めちゃうから。あ、そうなんですか。固めちゃう。へえ。あの、放っとくとまた戻っちゃう。はいはい。うん、固めちゃうから、毛固めエースなんかないから。毛固めエースがないから。うん。ある人は毛固めエースでもいいと。固めちゃう。なるほど。やりますか、ヒルマさんも。ええー、やろうかな。やってみようか。私お湯つけちゃうんだよ、大体こうやって。ああ。濃いんだと。お湯でもじゃあ何十分とか。あ、でももう冷めちゃいますからね、30分も置いとけば。ああ、じゃあ私お湯でやりましょうか。ありがとうございます。違うパターン。牙持って長いですか。え、これ手に入れてから。手に入れてから。これはね、3年目ぐらいかな。あ、3年目。こんなでっかい鉢入ってたのね。あ、そうなんですか。平ったいで、でかい鉢に入ってたの。なるほど。これで手を曲げるのか。いっちゃいますね。濡らした、なんだこれ。布。こことでいいか。こことここ当てるか。銀紙ね。これ蒸し焼きにします。いや、これからもう足してないな。ここも熱くなるんですか。ここ熱くなる。ここが、ここにヒーター入ってんだよ。あ、ここが熱くなるんだ。先端じゃなくて、うん、本当はハンダごとハンダつけるときはこの先端使うけど、はい、ここヒーター入ってこれ一番使わない。結構大仕事ですね。大変だ。
すごい。ちょっとなんか水かけるの。水かけるの。水かけるの怖いな。あとこの上全部積んで。上か。結構めっちゃ。よし、蒸し焼き20分ほど蒸し焼きです。蒸し焼きにして美味しく出来上がるわけですね。10時15分ですか。15分ぐらいまで、ね、でこのまま湯気が出てくる。蒸し焼きにするそうです。湯気ちょっと出てますよ。蒸してきました、匂い、うん、美味しそうな匂いしますよ。やけど次第で熱いから、やけどしちゃうから熱いからね。熱いじゃん。熱いじゃん。いきますよ、これ。ちゃうか。これか。これいきます。あ、簡単に曲がってきて。簡単に曲がるでしょ、これ。温度を下げないために布のまま曲げてる。そうそう、あの寒いちゃうと固まっちゃうから。これいきますか。角が多すぎるから、もう後で落としましょう、うん、はい。ちょっと最初のと比べてだいぶ動きましたね、うん、暑い時の方がやっぱグニャンって曲がる。簡単に曲がったでしょ。簡単に曲がった。もっと太いやつだと板状に削ってね、うん、曲げれば曲がる。板状に削る。板状に何薄くすれば。こういうところがあるでしょ、はい。このぐらいのやつを板状にすれば曲がるからね。こうシャリだとしたら。シャリを板状にする。そうそうそう。うん、これ丸みきだからちょっと太すぎるから、もっと薄く削っていくんですよ。はい、そしてあの熱加えれば曲がる。このぐらいのところでも。生きてるところは熱与えないようにして。だからこれはダメですよ。はいはい、そうですね、うん。これがハンダゴテの使った陣の曲げ方。そうそうそう、シャリの曲げ。普通折れちゃうからね。うん、ということでした。最初に養生が大変だからね。この後ここに瞬間接着剤をつけていくってことですね。木型のエースか。でも針金取れなくなっちゃったし。どうせ取れなくなりそう。針金はね、くっつかないから大丈夫。あ、そうなんですか。銅もアルミも瞬間接着で弾くってことですか。くっつかないって先生が言ってました。陣曲げパート2ですね。陣曲げパート2で、これはちょうどね、だから1年前ですよね。これが差し枝で、は
こういうふうにこっち流れのダラーンとした木だったやつをこれを一番大事な枝を切ってこっち流れにして、うん、だいぶ起こしましただからグッと、はい、こっち流れにしたで今問題はこれが、うん、ジンがこう見る人に向かって突き出てるというのがこれが嫌なんでこういうジンはね避けなきゃいけないんでこれを上に上げたいとお湯につけて曲げたいと思います、はい、なんでいいかお湯先入れちゃうかお湯入れちゃいますね、はい、おっ危ない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 危ハプニング。ちょっと待って、ちょっと待って。置いた方がいい。こぼしてる。いやいや、もうちょっと、もうちょっと。ハプニングっすね。ちょっと、よく大丈夫でしたって。大丈夫ですね。すげえ。90度のお湯かかったら、僕離しちゃうな、絶対それ。で、こんな感じかな。とりあえず、ここだけ、曲げるのここから先なんで、はい、はい、ここまではつけなくてもいいんで。黄色いのね。あ、これね、今日養護剤塗ったばっかりなんですよ、実は。あ、そうなんですか。そう。じゃあ、同じく20分。20分、30分。そうですね。20分くらい置いてきますか。これ、天神とかだと難しいですね、じゃあ。あ、そうですね。だからそのままやるし。あとはやっぱりさっきやったみたいにタオル巻いてやるときがありますね。あの全部使わない場合は、毛細管現象で吸わせて。なるほど。ええ。こっちのはなんか真似しやすい。簡単ですよ。簡単にできますね。神田ちょっと難易度高かった、うん。そうですね。アルミホイルとかね。うん。20分ぐらい。そうですね。あと10分ぐらい。ちょっと一回お湯を入れ替えますね。はい。汚れ曲げるつもりなかったんで、今日汚れ塗ったばっかりだったんですよね。なるほど。それであんな黄色くなっちゃった。今のを見て触発されて、そうそう、なりたくなっちゃった。これもね、あと10分ですね、いるかな。はい、こんな感じで。あと10分。あったかいうち。あったかいうち。切っていくかな。硬そうですね。硬いですね。山鳥の木だから、芯の部分が硬い。芯硬いですね。そうですね。どうですか。うん。動いてますか。動いてますね。こうね、ちょっと次は N そうだね。うん。まあ理想のいいと思いますね。あんまりこれとこれ沿わない方がいいと思うんで、はいはい、少しこう開くような形でいいと思いますね。ハンドボードに比べるとちょっと硬そうな気がしたんですけど。あ、まあ硬いですからね。もともとの木の硬さなのか、うん、分かんないです ね、 そうですね。熱の高さの違いなのか。そうですね。どうなの。まあハンダの方が曲がるかもしれないですよね。でもお湯十分し、うん、曲がるってことですよね。こことはできると思うんで、うん、ちょっとこっちがね少し曲がったんで、針金が今度いくかなと思ったんですけど、ちょっとこれも剥げていただいてます、後でこれもちょっとこれもちょっとねじりたい。でちなみにこの後は、これはね一回ね針金外して、これはだから木型のエースとかは、うん、あ、ごめんなさい、これですね。これはね、もう一回養護剤塗ります。養護剤塗る、うん、今日実は朝養護剤塗ったばっかだったんですけど、はい、それでさっき黄色くなったんですけど、あの養護剤取れちゃったんで養護剤塗ってしばらくしたら木固め剤ですね、入れますね。先に養護剤ですね。木固めやつが弾く可能性がある。そうですね、弾く可能性があるんで先に、石灰養護剤塗っといて、それから木固め剤を塗ると。なるほど、はい、こっちの方が初心者向きですね。あ、だと思います。ちょっとこれなら真似できるかなっていう、はいはい、はい、そうですね、気がしました、はいはい、ということでパート2、パート2、ジン曲げのパート2で2種類のジン曲げを、はい、やりました。教えていただきました。はい、ありがとうございました。終わったと思いきや、これはもう一回、で嫌なのはちょっと針金が逆巻き、あ、でもねえか、ちょっと上げますね、はい、結構柔らかいなこれ。
細いからですかね。うん、そうですね。割れてんだったかな。なんかそっくり来ましたね、こっちに。もうちょい自然に行きたいな。どうだ。まあいいんじゃないですかね。なんか面白くなりましたね。気になって。で想定通り。想定通りですね。全て。はい。ね、こっち向いてたんで、ちょっとこっちに、そうですね。ね、全体がこう行っていいんじゃないですかね。うん、はい。おまけコーナーで。おまけコーナー。やっぱ色抜けるんですね。抜けますね。これだって溶合剤の塗って、塗ったばっかり。でもその前も白かったですよ。そうですね。でも。もう木の色出てくるじゃないですか。うん、そうですよね。だからお湯やると溶合剤抜けるんだう。うん。まああと中まで浸透したってことですね、お湯がね。そういう時にも使えますね。ああ、まあそうそうですね。白抜きたいなーって時も。はいはいはい。あるか分かんないけど。ね、あ、いいですね。あ、いい、いいな。あ、いいですね。この、ここの、はい。ここがこう、まっすぐ前に来てなくて、ちょっと外に開きながら、はいはいはい、こう広がってる感じが。いい感じ。はい、いい感じになりましたね。出来上がりました。はい、これで本当の最後です。はい。ありがとうございました。